そうで、なんかあのそのエアコンのあのブレーカー落としていてくださいって言われて、でもしかしたらエアコンいきなりつくかもしれないですって言われたんで、ブレーカー上げてつけてみたんですよ。したらブレーカーどこ落としたか忘れて、適当な場所を落としといたら電子レンジだった。やばい、ダッチありがとう。いや、やばいやばいじゃない、やばいって。キングキャメロン、ペコちゃん、お山さん、ありがとう。え、そう、間違えちゃった、適当にしちゃった。大輝くん、ありがとう。え、本当に今めちゃくちゃ寒くてヒーターが届いてました。あんま寒くないでしょ。ちょっとこっちだからさ、床に座るからさ。え、ここの温度、ここの温度はもうマックス。そんなんか入れたらいい。なんでやかんだっけ。え、なんかつけれますみたいな、つけれるかもしれないって言われて。そう、え、待って、冷蔵庫とかもさ全部一緒かな。え、皆さん、え、電子レンジと何のブレーカーが一緒ですか。ちょっと待って待って。え、うん、お茶冷たい、お茶冷たい、これだって結構思い出したよ。入れてた。あ、くもちん、くもありがとう。あ、家によるあ、大丈夫か。じゃあ大丈夫でした。ランディありがとう。うわ、マジで焦ったんだけど、めっちゃ焦ったんだけど。あ、一緒じゃないのね。あ、そうなのね。いや、いけるわ。北野大地ありがとう。山さん、星ありがとう。ナングラがしたいんですけど、あの今もう、うん、大変なこと起こってたんで、ちょっと今一回休止してたんですけど、ナングラをしていこうと思います。ちょっと待って。うわ、ジンくん、タワーありがとう。タワーありがとう。大輝くん、ふたちゃん、ありがとう。ちょっとじゃあこのタワーのやつだけ書いたら、ナングラをやっていこうと思うんですけど、皆さんなんか案はありましたか。ユミちゃんありがとう。全然思い浮かばなかったんだけど、なんだっけ、鬼が豆を食べたらみたいな、豆を投げたらびっくりした、なんでみたいなやつで。え、どうしようかな、どういうのがいいんだろう。なんか毎回選ばれないんだけど、あれ面白くないからか。え、難しい。投げたられたものを見て鬼はびっくり。何を投げた。ジンくん、タワーありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。え、マジでさ、あの枕欲しいそう、枕欲しい、マジ枕嬉しい、嬉しい、もうもらう前提。あの枕欲しいんです。そうなので、ちょっと一緒に頑張りましょう。大輝くん、北野大地ありがとう。え、なんだろう、かわいいね、ありがとう。投げてびっくり、枕あるんだけど、いいやつがいいランディありがとう。そう、今回のゲーム枕です、高級枕、びっくりするものでしょう。びっくりする豆じゃないものでしょ。なんだろう、はあ、水道代、今水道代があったんだっけ、電気代だ、電気代リアルなところ行けば電気代。
劇場の電気代とかほら高いじゃん絶対、電気めっちゃ使ってるから。今電気代爆上がりしたらしいじゃないですか、この間の MC でね初めて知ったんですけど。そっち系で行くか、まあまたちょっと違う感じの、ちょっと候補書いていきます。劇場の電気代、いや金子支配人そうはさんは使われてるので、鬼の仲間、あああれ鬼が投げてんだっけ、鬼は外って言ってんだったちょっとなんだか分かんなくなっちゃった。仲間の鬼の首怖すぎるでしょ。新紙幣、新しいお金ってことか。私はそんなツイッターに載せたらなんかすごいなんかこう怖っと思われる。ともちん大輝ありがとう。生首、え私そんなのばっかりしか出てこないドリアン、あーね匂いね。ともちんありがとう、ユミありがとう、カジュピありがとう。お年玉それめっちゃ嬉しい。じっちゃんの忘れた靴下だって絶対嫌みんなどんなんかみんなもう結構やってるんかな、わかんないけど、じっちゃんのオーディションの時の写真、浴衣着てた気がするなんか顔とかはっきり写る写真って言ってるのに浴衣着てるやつにしてた。心の汚れ、うまっ、汚れすぎってことじゃん、じゃあそれはうわいいかも。どんな枕、え普通のやつだよ。私でも高反発あんま好きじゃないから低反発がいいかな。プラズマクラスター、なるほどなるほど。心は綺麗ですよ。なんか冬の時期、寒い時期に生まれた人は心が綺麗って聞きました。してた？知らんでしょ。何月生まれ？九月だっけ？汚い。ポンスケありがとう。虫歯。うわ、嫌だな。ああ。子供の頃の無邪気な気も、もう心汚れすぎるでしょそれは パーマンの新しい顔だってうわっ、でもアンパーマンって書いていいんだっけ、いやいいのか、さっき着てたな、タワー、このタワーのギフトですか。まあ生首系ね
ホラー系か。桃太郎。お腰につけたきびだんご。ユミちゃんありがとう。いやでもこの中から割と良くない？どう？ウーアは納得していません。どういうのがその人に刺さるか分かんないですもんね。でもなんかでも私的にはうん電気代か心の声とかいいなって思うんですけど。原信之介ですけどありがとう。なんで初見なんだ。ま今出た中でちょっとじゃあ考えますね。後ほどツイートの方で。電気代の領収書なんていうのそういうのって電気代請求書か。いやでもそれより心の汚れとかのおもろいな。これにしよう。これがいい。請求書投げたびっくりってするんかな。どうなんだろう。わかんないや。どうなんだろう。だって豆じゃなくてそれだったらなんかびっくりしてでしょ。電気代高すぎてびっくりってことか。うわ迷うな。鬼目線で考えるのね。オッケー。鬼来て劇場の電気代はっなるね。なる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 。確かに心の汚れ。うわっあなる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 。うわちょ渚さんとかちょっと使っちゃうとちょほんと気まずいじゃないですか見られた時。いや電気代でも最近だからな。最新の話だから大人の方は分かってくれるかもしれない。これでいこうかな。見てどう。よし決まりました。劇場の電気代の請求書ね。劇ってこれだっけ。電気で よし決まりました。うわっユミありがとう。脱力系定時デージありがとう。これにします。劇場の電気代の請求書これでいきたいと思います。そう値上がりしたからね。やっぱり世間の波に乗ってかないと時代にもついていけないですよ。ということでいくらぐらいの。マジわかんない。超知りたい。自分の家もわかんないのに。そうですね
ちょうど今があれなのでいいと思います。わかんないけどよし、決まった決まったねえ高そうだよね。自分の家わかんないんだよね私、あの全部パパが管理してくれてるからわかんないポンスケありがとう。だって私にさ請求書とか来たらさ絶対なくすそうじゃんなくしそうじゃん。だから親も渡さないんだと思います。っていうかねあれだよ、なんて言おうとしたっけ忘れちゃったやばい、こんなのも忘れちゃうぐらいですからね、ほらほらこんなのも忘れちゃうからダメですよ。滞納しそうって引き落としとかなんか分かんない、高かったらどうしよう。まあねこんな感じですよ。ラングラは私もレナさんからいただいたんですよ。バスタイムですって、これバスソルトかな、バスパウダーだって。桜の香り、桃だからこの感じを選んでくれたのかな、嬉しい。これなんか全員に違うのをあげてて本当に素晴らしいですよね。一人一人のこと分かってないとなかなかできないですよね。すごい嬉しい。でもなんかその人からもらったやつなんかさらっと使えないんですよね私。全然使えないよ、嬉しいけど。だってもったいないと思っちゃうんですよね私こういうの。かわいいムーミンだって嬉しい。大事に使わせていただきます。使うべき3つあるから2つは使おうかな。じゃあ誕生日に使おう。あ確かにもうちょっとで誕生日だ、やばい。そして皆さん TGC ももうすぐですよ。11日に TGC があって、そうなんかチケットとかもねなんか再販してたっぽくて、そうゲットできましたか。ゲットするのにすごい大変だったって聞いたんですけど、皆さんはゲットできましたか。眠くなってきちゃったの、だってみんなはい、明日は YNN チャンネルが何時から、8時からです。8時半からです8時半から22時まで、黒田風はくったくくくちくくちくチャンネル間違えたくちく祭りがあるので、メンバーは平山舞、黒田風は坂下真子、そして私の4人でやらせていただきます。どんな内容かはまだ全然わからないんですけど多分楽しいと思うのでYNN チャンネルぜひ見てください。そう生配信なのでね、皆さんコメントとかで盛り上げてくれたらなと思います。いや2月はいろんなことがいっぱいあるので分かんないんですけど、生誕祭も多分あると思うんですし、それこそ TGC もありますし、結構楽しみな月になるので皆さんも2月に向けて体力をつけてください意味わからないそうですね、どうなんだろう当日とかなんかな、全然6日の予定出てないからわかんないんですけど、そして皆さん最初に言いましたけど、インスタグラム更新したので見てください見てください。
ファンプラの方でもあのツイッターとかインスタで載っけてない写真とか載っけてたりするので見てください。オッケー。むっちゃんのファンプラ登録してくれてるもんね。そんなわけないか。起きて。インスタグラムね、あのなんかあの最近ちょっと画質いいじゃないですか。だから皆さん見てください。画質いいんですよ。モバメはね朝送ったかな、朝送った気がするんだけど届いてないかな。いや朝、いや朝朝朝朝送った、朝送った、お昼くらいに送ったかな。来たかな。そうモバメもねいろいろ書いてあるのでぜひ。まだまだか。そう今ちょっと最近画質いいので皆さん私の SNS にもチェックしてみてください。最近なんかいろんな服装を着るようになったんですけど、なんかこういう服装で着てほしいとかあったらリクエストお願いします。ロームロームロームルームの配信もね明日は終わってから時間がある。いやー22時終わりやもんな。ルームの配信もねまたしたいと思うので、そしたらツイッターの方でなんだっけ更新じゃないやお知らせするので、見に来てください。ではねラングラック一緒に考えてくださってありがとうございました。間違えた、バイバイって言うとしちゃった。ランキングじゃないや、ランキングを見たいと思います。13位野原しんのすけのすけありがとう。12位北野大地ありがとう。11位ベレッタありがとう。10位ポンスケありがとう。9位ひでみちありがとう。8位コージコバトンありがとう。7位ともちんありがとう。6位けんけんありがとう。5位ゆみありがとう。4位あやまさん2月2日お当たったんだ。皆さんも当たりましたか。声は突然やってくる公演2月2日も出演しますのでぜひ来てください。ありがとうございます。3位ランディありがとう。2位ワタッチ ありがとう。何に噛んだのか分かんない。ありがとう。1位ジンくんあさって誕生日おめでとう。あさって今何日31? 2月1日か。おめでとうございます。まだだけどおめでとうございます。ありがとうございます。でも日付感覚ないから今がいつだか分かんなかった。今あんま分かんないと思うんですけどちょっと声がねガラガラなんです。意外ともう意外朝だけだったかも。そう歌の練習です。ねえ生誕祭いつになるんだろう。ちょっとわかんないんですけど、ぜひ生誕祭がもし開催されるってなったら来てください。そしてしっとり卵蒸しパンを後で食べたいと思います。ではありがとうございました皆さん。今何時だ？22時26分。ありがとうございました。おやすみみんな。バイバーイ。バイバーイ。